では前回手に入れたインビジブルを見てみましょう。メガスピア 50% 槍で突き刺し、防御力プラス 10% 装備ということになっております。でインフォメーションでプロフィールがありました。じゃん、読んでみましょう。死の匂い、それは世界の至るところで漂う特別な匂いだ。だが一般的にはその匂いを嗅ぐことはできない。生命体は死に対して鈍感であり続けるよう脳が制約をかけているからだ。しかしごく稀にその匂いを嗅ぎ取れる者がいる。彼らは一様に語る。匂いと共に現れる悪魔がいると。誰もいない壁の一角を指さし、ほら、あそこ、あそこに、そう叫び発狂する。いわく熱い抱擁を求めるように死の匂いを漂わせる者へと近寄るのだという。はじめは一生に伏されたが、現在ではその存在は信憑性ありと判断されている。その理由は、見えてしまう者たちの担当医のノートだ。患者との対話を詳細に記録をつけていた彼のノートの最後の行に全てが記されていた。ほら、あそこ、あそこ。長いな。デスノートみたいなもんか。この裏にいるやつは、デスノートの、なんだったっけね、あの悪魔のやつ、みたいなもんですね。ということで、マップ。7章まで来ました。7の10行きますね。町からさらに地下に降りたら、なんか火の敵ばっかりいっぱいいるマントルのとこにやってきました。なのでメンバーとしてはピッツファーとアメリパクトがいればまあ余裕でしょう。あとは、バル、ググバ、ヒーラー、そして今のインビジブルを入れております。ではバトル開始。やはり、あの高熱はマントルたちの意志であり、何かを伝えようとしていたのかもしれない。お、おい、あれ見ろ。ある時から必要だったマントルの襲撃は波が引くように沈静化した。現れたのだ、真打ちが。うわぁ、マントル床か。だったらやっぱり、アイリーンを連れてくればよかった。今、ヒーラーかアイリーンか悩んで、ちょっと困ったんだよね。うわぁ、これ。熱いのかな、やっぱり。こいつ見てみよう。スライム体。そう大したことないでしょ。プルプルの物理攻撃が効かないと。とりあえずこのターンは攻撃せずに、ちょっと、体勢を作ってみますか。こんな感じ。あ、挟まれた。まあ、大した攻撃力じゃない。こっちからあの、壁。あそこに乗るよりはいいでしょうということで。こんな感じかな。こいつ、バルを、持ってって、アメリパクトをここ。よし。これ踏まないように気をつけないとね。出た、アイス縦ハサミが出た。これが強いんだよね。ピッツファーが、このピッツファーが、ジョブチェンジして強くなった時のこの、ちょっと見てみましょう。アイスササミプラス縦列 20%。この 20% が発動すると、縦3列ぐらい相手をやっつけちゃうというね、異様な強さがありますが。こんなもんでいいか。アイスアイスだから余裕で倒してしまう。あ、しまった。体炎カプセルが取りたかったのに。なるべく、こいつらは大したことないから、あんまり無理はしない方がいい。この、内側の州だけで頑張ろうと思います。ボスはちょっとね、ここ踏まないとやっつけられないかもしれないけど、内側だけで頑張ろうと思います。なので、無理せず一匹ずつやっつけます。おぉ、縦炎か。うわぁ、やらしいな。そんなことをやってくるのか。まあでも回復しながら、ここで回復しながら、こう、くるっといけば、1、2、って感じかな。やっつけられなかった。これはまずい。おぉ、移動させられたらめんどくさかったけど、まあ、大丈夫だったね。吹き飛ばしじゃなかったからよかった。
吹き飛ばしのやつがいるとめんどくさいね。さあ、5分の4。早いよ、今日は。しかも、挟んでいる。挟んでいる。悪くはない。悪くはない。連鎖に絡める程度かね。そうだね。下踏みたくないから。まあ、こんなところでしょう。十分ですね。ピッツファーが異様に強い。この火の面では異様に強い。大して削れてないし、P も出た。P を使わないようにはつけたい。が、それはちょっと難しいな。いや、いけるか。P を使う。このまま挟んじゃうとこれ P 使っちゃうから、P はボス専用に取っといて、こう、ぐるっと回って、こう、こう上、上下で挟めばいいか。縦出た、縦。ピッツファーの縦。異様に強い。P を使わないように、こうだね。さあ、今日は余裕で終わりそう。さあ、ラストバトル。ドラゴン2匹か。しかも嫌なとこにいる。さあ、どんな能力か見てみよう。マグマ流し縦一列。縦、マグマフォース縦3列。周囲1と縦3列から避けよう。という感じだね。これ無理やり挟みに行くことはない。縦3列と周囲1から離れる。逃げる。縦3列攻撃いきなりやってくるかな。まあ、ないだろうな。ちょっとヒーラー、いや、ピッツファーが死ぬのが問題だから。どうしようかね。とりあえず避けてみる。マグマには行かず避ける。おお。横に移動して、こっちに来ないつもりだな。そうか。やって来ないつもりか。相手はずっと、多分こっちには来ずに、横に移動して縦攻撃、横に移動して縦攻撃しかしてこないつもりだね。いやらしいやつだな。ということは無理やり踏みに行かないといけないんだ。それか横に動かせないように、はめておく。ちょっとそれをやってみよう。一回じゃあ、このバルをここへ行って、やつ動けないようにはめてみよう。そしたら出てくるでしょう。よし。ブレスアタックで、マグマ流し。汚ねえやつだ。汚ねえやつだが、まあこれは無理やりヒーラーに助けてもらって、アメリパックとかピッツファーでこいつを挟み行きましょう。こいつを挟みに行って、食らった分は回復させてもらうために、ヒーラーをここに持ってくる。よし、それで行こう。P が使えないか。P は後でしよう。よし。やっつけられなかったか。くそ。マグマフォース3列。ブレスアタック。マグマ流し1列。強えが面白いなっていう感じだね。はい。もう一回挟めばまあいいでしょう。で、で、しかしヒーラーに助けてもらうことはちょっとできない。まずやっつける方を優先して、まあ死なないでしょう。やっつける方を優先でいいか。よし、これでいいや。よし。これもドロップしそうだけど。おー、やってくれるじゃねえか。マグマ流しで死にそうだが。まずは、そうか。多分、周りにいるとブレス攻撃してくると思うんで、まず、周りを埋める。こいつの体力なら、そうだね。ブレスしてくる。うわぁ、マグマ流し。うおぉ。まあ、でもこれで、あとは、ピッツは P を絡めてこれで攻撃すれば、おそらくやっつけられると。ついでに回復がしたいんで、ヒーラーを、
ヒーラーをこっちへ持ってきつつ、まあ大丈夫か。よし。これでやっつけられるでしょう。余裕です。まあそんなとこでしょうね。おお、スキルブーストした。しかし宝物もドロップもしなかった。レベルアップ。スキルブースト、スキルブースト、ピッツファーのスキルブーストがすごい。 7.1 まで溜まってる。相当使い続けてるからね。はい、コイン手に入った。はい、スタミナとエナジーも手に入りましたと。8章機械の壁と。シナリオはなかったね。じゃあ今日はまたお待たせのいつものあれをやりましょう。メインに行き、いや、ショップ、酒場に行き、出会い。友情の契約はコインを貯めるってことでやめておきますね。なんで、真実の契約、一回行きます。はい。B クラス以上のレアキャラが仲間になるはず。よし、来い、来い、金色。金、銀、お、シルバーなかなかいいんじゃない ?S か、S か A だね、これは。真実の語りに心を動かされた者がいた。さあ、来い。ゲット、かわいい、パール。レベル10、すんげえかわいいキャラ来た。これはなんだ?これはなんだ?ちょっと、これは嬉しいぞ。嬉しいぞ。かわいいキャラってだけで嬉しい。酒場1になってる。うん。もう誰かジョブ追加できるようになった。あ、パールがもうすでにジョブ追加できる。この時点で。でも、まずパールそのものの能力を見てみないと。弓仲間のパール。お、弓のやつは少なかったからちょっと嬉しいね。ヒール、メガ、事故。防御力プラス 20%。弓使い 30%。ギガーロー 40%。防御力プラス 30%。弓使い 30% という。ヒール、メガ、事故だけか。自分だけ 30%。ヒーラーではないのか。そうか。周りのやつを回復してくれないとね。でもこのジョブチェンジすると周りのやつも回復してくれそうな気がする。今やるかどうか、このアイテム次第だね。やるせないし、弓の新月。まあ、かなり持ってる新月の涙もあるし、やってしまいましょう、一気に。弓のパールから無休のパールになりました。元のパールの方が可愛い気がするんですが、どうでしょうか。さあ、能力を見てみよう。パール。いや、ジョブ追加もしたから、戻る。長押しして、違う。メインに戻る。キャラクターリスト。パール。こっちのクラスはメガアロー 50%、魔防プラス 50%、HP プラス 20%、装備、攻撃力プラス、うん、やり使いか。自分だけ回復だね。どっちが強いともどうとも言えない感じだね、これは。まあ、やり使いの一匹として使いましょう。プロフィール見てみましょう。岩人たちの時代を担うとされる子供の一人。岩人でいいのかな?岩人の中でもかなり、希少な武家の生まれで将来を渇望される霊嬢。そのため徹底的な英才教育を施された。自分の腕につく岩にいくつもの弦を張り、マルチプルアローとして活用している。今のところハープとして用いれば、音楽に矢をつがえれば弓にという使用目的があるようだ。音も鳴らすというわけですね。で、前回これジョブチェンジしたんで、これでプロフィールを見てみると、さらに、これに追加されて、英才教育によって確かな技量を見せるが、そこに魂は入っていない。彼女の本当にやりたいことは、そういうことではないのだ。抑圧される彼女の思いは力となって拡散する。ということで、こいつを早速使っていきましょう。マップいきます。第8章。マグマのところからさらに、進んだら機械文明の、なんか機械の奴らが襲ってきたという感じです。さあ、
槍のやつが14匹と多いので、弓を入れてます。今のパール、ヒーラー、それからサソリと、サソリじゃないね。何だったかね。はい。と、獣ナイト、獣アーチャーか。違う、アーチャーかな、ただの。と、バハムート、それとググバという感じですね。いまいちな構成ですが、どうでしょうか。この先へ行けば、もう、戻れない。階段が見えたって感じですね。機械文明があるような感じがして、そこに扉を開いたら階段が出てきたという感じでした。後ろとエレキワット。こいつが厄介だね。こいつが厄介だが、両方一気にやっつけることができるか。うまくやればいけるかもしれない。うまくやればいけるかもしれない。これを、こう、1、2と回して、くるっとこう、よし。ああ、やっつけ損ねたか。意外と硬いな。これが食らう。うわあ、一発一撃しかよ。ああ、ここ挟めないね。挟めない。ここは一回、待ちにするか。どうするか。それともわざわざ挟みに行くか。無理やり挟みに行くか。全然減らねえ。充電してきた。ここは連鎖に組み込んだ方がいい。よし。さあ、行け。死にそうだよ。死にそうだよ。ヒーラーで回復したい。
この、こっちの二人を回復したいね。ここの二人を回復したい。なので、これはま、死なないだろう。よし。さあ、バハムートは死ななければ。でも、少しずつ与えれば、まあ、勝てるでしょう。そうだね。はい。いける。突き飛ばしたて関係ない。ヒーラーを向こうへやり、こいつを回復し、これとこれをここへ持ってくることはできるか。よし。いけたー。しかし、ヒーラーが上に行きすぎちゃった。うわー。これはちょっとミスだ。もう一回挟む。これでやっつけられるかな。バハムート来い来い。よーし倒した。しかもアイテムドロップしたぞ。さあ、なんかいいアイテムが手に入ったような気がする。ゲイボルグ。ゲイボルグは確か、バハムートが、壁の、いや、誰かね、強いやつ、あれ違うかな、バルを、進化させるやつかな。はい。壁の迷路を抜けたようだ。また見慣れぬ光景が広がった。規則正しく構成された壁、通路、扉、そして何より天井がある。先ほどまでの壁に似た柔らかくて硬い材質で、全面が覆われているようだ。果たして神はここにいるのか。よし、スタミナも増えた。エナジーももらった。おっと、メタルゾーンの2が開きました。より経験値が入る、ここですね。より経験値が入る、狩り場のようです。そしてさっきの見てみましょう。さっきのアイテム、酒場だね。酒場、ジョブ追加で、確かバルかな。バルじゃない。バハムート、カルドボルグか。じゃあ、ググバが、あれ、おかしい。誰かゲイボルグ、バックナじゃない。誰かゲイボルグは必要なやつがいた。おかしいな。ゲイボルグは、誰のアイテムだろう。はい、ということで、最後に恒例のショップへ行きましょう。ショップじゃない。酒場で出会い、真実の契約やります。はい。何回目でしょうか。もうさすがに連続でいいカードは出ないでしょう。来い。来た。シルバーってことは SS か、違う、S か A。真実の語りに心を動かされた者がいた。金は出ないね。でもシルバーはよく出る。S。A か。ゲット、コリン。弱そうだね。弱そうなやり使いって感じかな。さあ見てみましょう。メイン。キャラクターリスト。コリン。ヒール、メガ、自己 30%。これ、防御力プラス 20%。剣使い 30%。どういうことだろう。剣使いの防御力がアップ。ああ、なるほど。ヒール、メガ、自己。あんまりだね。パールの、剣使いバージョンって感じかな？ね、そんなに強そうには見えない。はい。ということで、次回、バハムート進化イベントが第9章でまた。